先日ネットでおっさんビジネス用語なるものが話題になっていました。こういうふうに言うおっさんいるいると共感できるかもと思ってワクワクしながら見てみると、自分でもガンガンに使っている用語がずらりと並んでいて驚愕しました。確かに。あら、サンプルが何個か出てますので読み上げさせていただきます。アルハヤでやって、えいやで決めちゃおう。畑台だけ作っといて。支出もかさむから行ってこいだね。それが一丁目一番地だろ。20代のお三方は分かりますか？ちなみに私は31歳です。これ分かるよ。あの一丁目一番地だろう以外は分かった。俺一丁目一番地だろうはなんかぼんやりとしか分かんないから。いやもちろん俺は全部意味も分かるけど、だし危うく使えそうなところまでは来てるね。だ一丁目一番地はいいはしないけど、そう、ね、それ以外では結構ね、なんなら全然言っちゃってる。なるはやでっておっさん用語だ。ね。そうみたいだね。なるはや。なんならちょっとギャルっぽいぐらいだと思ってた。思ってたよ。俺も思ってたよ。そうなんだ。もうダメだ。でもエイヤもちょっとエイヤは分かる。エイヤはおっちゃんじゃない？そうだね。おっちゃんが言ってるみたいな。まあ、確かに。エイヤで決めちゃおうって最初言われた時、うん、なんだって。確かに、ね。勢いでってこと？そう。多分バーンと決めちゃえみたいな、そういうことなのかな。丸い数字とかでね。うんうんうん。しない。もうこれで勝負。叩き台だけ作っといてとかめっちゃ使うよね。ね。逆になんていうの？ラフアン作っといてみたいな。そういうこと。そういうこと。このさ、行ってこいも結構さ、おっちゃんに言ったなと思わない？まあね、聞いたことない。言いかねないけどね、プラマイゼロとか。そうだね。ああ、なるほど。プラマイゼロ。会社でも結構おっちゃんな人が言ってるイメージある、行ってこいは。ドラフトって言うらしいですよ、高木大じゃなくて。あ、ドラフトね。言ったことないな、ドラフト作っといてみたいな。いや、どっちかって言うと叩き台って言っちゃうな。そうね、うん、言った記憶はないことはないけど、うん、ドラフトも、うん、でもパッとは叩き台のが全然出てくるわ。そっか、うん、一番やっぱラフでって言うかな、よく、これラフですみたいな。そうなんだ、ラフですっていう、まあ、ラフに作ったものです的な感じで、まずその最初見せるやつ、そういう感じ言ってたかな。なるほど。まあでも叩き台でも全然言う感じはする。